波に乗るんだっていう。あれ今のは真似。一応先輩だよ。あれも最高でした。でもちょっと似てました今。はじめに日投げし港を演じられました片寄涼太さんです。よろしくお願いします。はい、港役をやらせていただきました片寄涼太です。少しの時間でありますが、作品のことを少しでも知っていただく時間になればなと思います。本日はよろしくお願いします。向井水日奈子を演じられました川栄里奈さん、よろしくお願いします。はい、川栄里奈です。皆さんこんばんは。今日はお集まりいただきありがとうございます。楽しんで最後まで帰ってください。よろしくお願いいたします。田口陽子を演じられました松本穂香さんです。よろしくお願いします。はい、陽子を演じさせていただきました松本穂香です。本日はお越しいただきありがとうございます。最後まで楽しんでいってください。村わさびを演じられました伊藤健太郎さん、よろしくお願いいたします。皆さんどうもこんにちは、伊藤健太郎です。今日は短い時間だと思いますけれども、ぜひぜひ楽しんで帰っていてください。皆さんいかがだったでしょうか。わー、嬉しいですね。なんかそうですね、僕もすごく大好きな映画にこの映画がなりまして、はい、その初日を迎えるのをワクワクしてたので、すごく嬉しい気持ちです。ミナットがなんか先輩楽しそうって僕言って波に乗るんだっていう。あれ今のは真似。おっとっと、おっ、あれ今のは湊先輩の。ちょっと最高です。一応先輩だよ。あれも最高です。でもちょっと似てました今。もう一回いいですか。なんて言うか、わさびが先輩なんか楽しそう、波に乗るんだ。いや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 。なるほど。拍手しちゃったらさ、いや、もうありましたね、はい、そういう感じね。勇気を出して一歩踏み出してこの夏挑戦したいこと、まさに波に乗りたいと思うことを発表していただきたいと思います。フリップにすでに書いていただいているということでございますので、夏波に乗りたいこと。ちょっと待って。いや、ほら、流せない。ほら、さあ一歩踏み出してこの夏挑戦したい。これ松本さんからでいいんですか。いいと思います。いいんですか。出しますね。はい、はい、なんですかこれ。なんだろう。ああ、これスクリーンに丸出しです。ちょっと何でしょうかこれは。鉛筆ですかこれ。したらは包丁。包丁ときゅうり。キュウリですか。いやあ、ね、なるほど。タンパクですね。タンパク、まあ、分かりやすい、シンプルな。これ監督どうですか、この絵の才能といいますか。いや、なかなかこう、あれはピクルスなんですかね。なんかいやいや、今キュウリ。キュウリ。全然聞いてなかったです。一番近いところにいました今、松本さんの。いや、小さいキュウリなのかなと思って、なかなかちゃんとすごくシンプルな。すごいですね。どういうバランスで描いてらっしゃるのか。なんかもうちょっといろいろなんか他の野菜も描いた方がいいかなと思ったんですけど、うん、これはどういう一歩みたいな。料理の達人になるみたいな。達人まで行く。達人まで行く。それは小さな一歩ですね。小さな。この夏お料理をやりたいということですか。そうですね、本格的にできるようになろうというのを。なるほど。まずはキュウリからと。